新井監督の1年目で劇的に増えた盗塁。新井監督がキャンプから常に言い続けてきた、アウトになってもいいからどんどん行け。そんな言葉がチームに浸透し、ミスをしても翌日には必ず声をかけて、次も絶対に行けよ、アウトになってもいいから、という言葉が選手の意識を変えていったそう。藤井ヘッドも、アウトになったらダメだからっていう言葉がいつも返ってきていたから、これを取っ払ったのは監督の言葉の力は大きかったと思うとしつつも、でもあんまり言い過ぎて途中から全員行けますって言うとったからねと、途中から少し困惑してたみたい。新井監督も、全員行けますって言ったら全然スタート切れてないやないかみたいなこともあった。それでもう嬉しかったんだけど、なんかもう1年間でそこがすごい変わってくれたから嬉しかったね。想定外の状況もあったみたいだけど、新井監督の狙い通り盗塁数は増えていった。企画集も確かトップじゃったの。失敗も多かったし、得点数は前年から減ってしまったんだけど、接戦を勝ち切る野球はできていたよね。今季は昨年以上にチームの意識が高まると思う。カープ機動力野球の完全復活を期待したいね。ということで、新井監督の言葉でした。